まずなんか、うん、こうどうですか暮らしは。先ほど道があって、うんうん、まず暮らし全体的に申し上げましたね、はい、なんでこういう暮らしをしなければならないのかと。なるほど。これが一つです。なるほど。我々みんな若い方もそうでしょうけれども、はいはい、我々高齢になるとね、うん、みんなそれこそ大戦を背負いまして、自分なりの土地を買って、はい、比較的大きな土地を建てて、はい、いわゆる悠々自適の生活なんですわな、はいはいはい、安心ながらもですよ、はい、それがこんな押し込められて先のわからないようなところで生活しなきゃならんと、精神的なのは非常に不安定でございます、うん、あと具体的なこと、ここの仮説そのものについて申し上げますと、設備関係ね、はい、確かに、ね、恵まれないところから見ると我々見てないんだけれどもいいかもしれません、うんうんうん、しかし我々の生活、今までの実態、うん、今までの力を見るとね、うん、とんでもない話なんですよ。なるほど。とにかく道路が舗装されてないでしょ、うん、洗濯物を外へ干せないでしょ、うん、ほこりが舞うでしょ、うん、うちに入ってくる、うん、咳が出る、うちの中はザラザラね、うん、こういう生活環境なんですよ、うん、従いまして私ここへ来てからもう1ヶ月半、8月9月2月近くなるんですけどね、その時から道路を舗装してくださいというふうなことをお願いするんですが、すぐやります、すぐやりますというのがこれ町の方のお話でありましてね、町の方はまだ県の方から許可がないとか指導がないとかというようなお話があるようでございますが、ようやく今日の役場の方々のお話からね、今月中には舗装しますよと、こういう回答をいただきましたので、まあ先は拍手して今日叩いてね喜びました、うん、もう一番の望みは何ですか今。帰るんですよ。帰るうちに帰るんですよ。これはもう 100% 全員ですわ、うん、今日来たお客さんっていうか友達もお伝えできましたけど、うん、いつ帰れるかねと。奈良派、私奈良派ですけど、奈良派の方は早いんでしょうね、私たち富岡ですよと、うん、富岡はまだまだ放射能が強いとあると、こんな話もして帰れましたし、やはり帰ること、どうしてこんな目に遭わなきゃならんのかということです。本当にありがとうございました。頑張ってください。失礼します。失礼します。